鮎を食う。北王子魯山人。鮎は水が清くて流れの急な比較的川幅の広い川で育ったのでないと発育が十分でなくその上味も好奇も共に良くない。これが鮎の良し悪しを決定する大体の条件である。食べるには腹綿を抜かないで塩焼きにし、 タデスによるのが一番味が完全で、しかも好期を失わないでよい。醤油をつけて照り焼きなどにすれば、醤油の香りやみりんに邪魔され、その天品の好期はたちまち滅してしまう。また、その腹綿を抜いてしまったのでは、鮎そのものの味覚価値は語るまでもないことになってしまう。東京へ来る鮎は、伊豆、九州が多いが、 少なくとも地元で採れてから3、4日か1週間かは氷の中で立ったものである。その他各地方から続々やってくるが100のうち99までは腹綿が抜かれている。よしや腹綿を抜かない工夫を凝らしてうまく蓄えたものでも焼いている間に腹が切れがちである。こうした鮎で鮎の本当のうまさを知ろうったってそりゃ多少無理ってものがある。つまり 東京で鮎の神味を望むのは、木によって魚を求むるようなものである。また、取り方の遺憾でも味も変わる。岐阜の人は、ウに飲ませたのが一番いいと言って、年々再々うるさいまでにご自慢を繰り返している。それは、ウが鮎を瞬間に即死させるために、生から死への衰えを見せないからだと説明すべきだ。ウに飲ませた鮎には、 うの歯型がついていて、感じは良くないが、味に至っては確かに岐阜の人たちの自慢する通りだと是認して良い。その大きさの加減でも、取れごろでも味が大いに違う。九州と関東地方とを一緒にして言うことはできないが、京都あたりで言えば、まず6月中と言えよう。長さでなら5、6寸のが良いようである。それが8寸も9寸もあって、味かサバのようになって、 東京人じゃないが、鮎の大きさを得意になって喜ぶようになったのでは、もう面白くない。小持ちの鮎も、もちろんその意味から、鮎食いには歓迎されない。つまり、鮎は、若鮎から小持ちになるまでの間がいいのである。要するに、鮎の肉の分子が、細かく、滑らかな間がうまいのである。桂川あたりで、とわみで取るとき、鮎は、とわみの下をくぐって逃げようとし、 そのみに砂を食う。そこでその砂を吐かせるために1日くらい生け簀に入れるがこれがお客の都合で3日も経つと必ずもうまずくなるアユの脂が落ちて痩せるからであるまた鴨川べりの料亭などではアユを生けすに入れていわゆる生きたアユをお客に食わせようと努めているがこれも取ってから翌日くらいまでのはいいが3日経ち4日経ちすると もう見かけ倒しとなる。火にかけて焼くとき、おひれについた化粧塩が全身の油のためにじくじく滲んで黄色みを呈し、化粧塩を不定菜にするようになるくらいでないと本物ではない。かくて化粧塩にその形を整えた鮎が食前に登ったとする。この場合は箸で身をむしったり首ごと背骨を抜いて、 今日、大阪の人が、得意に頭から骨抜きをやる癖骨なしの姿をパクパクやったりしないで、小口かぶりに頭から順次にかぶって食うのが、真に鮎食いの食い方である。もちろん骨は吐き出すことだ。頭と腹の部分等を食い残し、背肉ばかりを食うようなのは言語道断で、せっかくの鮎も到底成仏しきれない。なお、ついでだから言うが、岐阜のような鮎ろでは、 客の顔を見ると、待ってましたとばかり、その鮎を、塩焼き、魚伝、照り焼き、煮浸し、雑炊、フライと、むやみに料理の建前を変えて、鮎浸りに刺す悪風がある。これは、知恵のない話であって、慎むべきことだ。ことに、新鮮な鮎をフライに揚げるなどは、具の骨頂と言うべきだ。昭和6年。